それでいい。理に合わない行動を取りますね。来るなら力ずくで来い。もちろんそうさせてもらいます。おい、ケテルと言ったな。お前はあいつを連れて先に行け。心配するな、俺たちもすぐに合流する。わかんねえやつだな。アリアの重りをしとけって言ってんだ。必要ない、戦うぞ。鏡を渡したくないならこの手を取れ。逃がしませんよ。醜き者が私の進む道に立つな。不快だ。貴様、何者だ。この場において七度意味がない。敵かそうでないかのみだ。あいつすげえ。いいでしょう。ではこちらも手加減しません。動くな。力が抑えられててもな、お前の頭跳ね飛ばすくらいはわけねえんだよ。一つ答えろ。お前本気で神の全滅を望むのか。それこそが私の宿願ですよ。あなた方を滅ぼすことに私は全人生をかけている。そうか、悪いが頼みは聞けねえな。お前が死ねよ。な、てめえ。終わりですよ、アトス。お前、おい、大丈夫か？
嘘だろ。そんな。順番が狂いましたが、まあいいでしょう。ふざけるな。ほう、まだ戦う意志がありましたか。足元がフラフラしているようですね。そいつを傷つけんな。殺すぞ。まずは玉より姫にとどめよ。これはやれ。なんこの力。許さない。もうよせ、ユイチ。立てるか。すまない。私は役に立てなかった。これからどうする？どこか休める場所へ。ああ、そうだな。そうしよう。悪かった。Thank you.
傷がひどいな。お前も、雄一も。力の覚醒に体が追いついていない。相反する二つの魂がある。ケテルとか言ったな。もう一度問おう。お前は何だ？戻ってきたぜ。いい知らせだ。宇賀谷家は今誰もいない。見たところ術やら結界やらが張ってある気配もない。あそこなら少しは休めるだろう。愚か者め、あそこは天薬寮が占領していたのだぞ。今は何もないとしても、また戻ってこないとも限らぬではないか。やれやれ、これだからお子様はよ。なんだと？安全な場所なんてどこにもねえ。だったら少しでも落ち着けるところに行った方がいい。問題や心配事はいろいろあるけどな。目の前の仲間が苦しんでるなら、そいつらのために動くのが最優先だ。違うか？お前も時には正しいことを言うのだな。行くぞ。立てるか？そうか。悪いな。どうやら雄一の方も体調が良くない。あいつを連れて行ってやらねえと。行くぞ雄一。もう少しの辛抱だ。すまない。後で焼きそばパンをおごれよな。手を。その傷では歩けまい。気になることがある。あのケテルとかいう男は私たちの味方なのだろうか。
そこが知れない。嫌な感じはしない。だが、あの男を見ていると、何か胸がざわつくのだ。確証はない。思い過ごしであることを祈ろう。そしてニールが関わっているのであれば、どの道私も無関係ではいられなかったはず。ここにいればまたフィーアに会えるかもしれんしな。それに お前のことは嫌いではないから。何をしている？歩ける傷ではないはずだ。休む必要はない。まだ戦う気でいるのか。人間はお前たちを排除しようとしている。お前はすでに多くのものを失っている。人間が敵になった今でも人間を助けようとするのか。